私の方からばっかりでメールを入れても全然既読になってなかったし、10日後に見たりしますね。まあ思い出すっていうよりも、もう毎日その、メールが来てるか来てないか確認に見ますのでね、だからもう毎日ですよね、ある面ではね、はい、思い出す、まあ、月に週に2回ぐらいですか。はい、お父さんいつも仕事してくれてありがとうとか、そういう手紙が嬉しかったですね。会社のカバンの中にクリアファイルに大事に入れてます。何もらったかなって思って、なんかその時に欲しかったおもちゃとか買ってもらったんだろうなと思うんですけど、引っ越しの日にもう家族で、弟もみんなで荷物持って大きな車で引っ越ししたんですけど、帰りは大泣きでした。自分で全然なんでこんなに泣くんだろうって思うほど泣いて、なんか一生懸命用意してもらったの思いますね。もう決めたからには笑って見送ってあげようと思って、そのまま後ろ向きで手をこう上げたまま行っちゃったから、私はずっと後ろ姿をこう見て振り向くかなと思ってたけど、全然振り向かずにそのまま行っちゃいましたね。最初の1ヶ月ぐらいはもうただただしんどいっていうのがもう正直な感想で、自分が思ってる以上にすごく気にかけてくれたんだな、心に残ったというか嬉しかったですね。結構未だに心配してるんだなって思いました。あ、でも恥ずかしかったです。大事にしなきゃなと思いました。